3番の古川は後方に下げていきます。4番の佐野が上がってくる。1番の樋口はこれを出させる形になるか。1番の樋口が一旦下がりました。残り600の鐘。4番手の外には3番の古川も上がってきているが、ここで3番の古川が仕掛けてきました。前では4番の佐野も踏んでいる。4コーナーからホームストレッチ。まもなく残りが1周。先行争いになったが、ここは3番の古川が先手を取った。2番手、4番の佐野と5番の三沢が並んでいます。その後ろには2番の斉藤、後方に置かれている1番の樋口がまくっていく。バックストレッチ。1番の樋口のまくりが中段から3番手。2番手あたりまで迫ってきた。ブロックしていく5番の三沢をかいくぐれるか。1番の樋口、4コーナーから直線。1番の樋口が先頭に変わった。後ろからは7番の長所を取ってくるが、1番の樋口がゴールイン。